どうも、FF11 散歩動画、お久しぶりのニャンニャンクリーパーです。今回はロメーブルの、散歩動画になるんですが、実はこれちょっと結構遅くなっての、動画作成になりまして、今年の5月17日に、録画したものなんですね。はい。前回のウェルカムバックキャンペーンの時なんですけれども、実はちょっと私、ウェルカムバックキャンペーンの、期間をちょっと勘違いしていて、これ録画して、また続きを作ろうと思って、ログアウトして、で、次のお休みの日に、ログインしたら、もう終わっててですね、この動画しか、ここの動画しか作れなかったんですよ。はい。で、とりあえず、サポ動画、これから開始しておりますが、まずこのロメーブは魔法感知、あとはスニークですね。スニークっていうか、スニークの魔法をかけて移動するエリアになってまして、まあ、マップは今みたいな感じなんですけれども、結構ここはレベル上げでもよく来ましたね。はい。やっぱりウェポン狙いでやってましたね。何でしたっけ？なんとかの一撃？あれをかわしながら、戦う戦法でしたね、その当時は。はい。で、あと、ここも、道は狭いのと、やっぱり魔法をね、唱えると、結構魔法感知で襲われてしまうので、まあ、各部屋で、はい、部屋ありますよね、確か。はい。目の前に、階段登ったところにありますけど、ああいうところに陣取って戦ってましたね。パーティーが多いときは、2パーティー中に入ってやってました。はい。部屋の中にも敵がいますからね、敵が湧きますから。はい、結構注意点なところがありますけれども、ここはもう道を覚えてしまえばね、一気に、なんていうか次のエリアに進められるんですけれども、ちょっと私久々なんで結構迷ってます。あとはボイドウォーカーでしたっけ、あれのエリアが増えてたりとか、最初はなかったですからね。あとここはトゥーリアへ行く道、エリアなんですよね。私、こっから行くっていうのをもうすっかり忘れてまして、はい。5月の時の、ウェルカムバックキャンペーンの時には、よし、ここ撮って、空への散歩動画作ろうと思っていたんですけれども、はい。まあ、ちょっと遅れての動画になります。あそこにウェポンがいますね。ここ確か、月の満ち欠けで通れるようになったんじゃないかなと思いますね。今の道ですね、そこそこ。はい。満月？新月かな、ちょっと忘れちゃいましたけれども、なんかのタイミングで通れるようになるというところ。あと、この下側、長い階段の下、あ、ここも結構ね、パーティーとか行って陣取ってましたね。おっと、フェイスを連れた、レベル上げやってる人がいますね。もう時代も変わったみたいね。はい。もうソロ活動が多いですよね。あと、ここは、まあ、ここでもレベル上げありましたね。そこから先が確か空へ行く道だったはずです。はい。まあ、大体ここ、デルクフとかとね、同じような構造の建物になってますよね。このエリアの中って確か一本道だったはずですよね。おっと、音楽が変わります。こんな音楽だったんですね。あれ？当時からこういう音楽でしたっけ？もうほとんど遠い道だったんで通るだけのエリアだったんであまり覚えてないんですよ。みんなここを空行く人たちがよくね通っていましたから、空 NM とか人気でしたからね。はい。もう取り合いだったみたいですよね、トリガーとか。まあ、ここに限らずですけれども、もう FF11、おっと、ここは、なんだろう、ない、もうない。ミッション関係ですかね。おっと、これは、ああ、大事なものがあって移動できるという形式ですね。このイベントシーンがね、なかなか結構邪魔というか、時間かかるんで嫌でしたよね。空 NM ね、トリガー取りに行くときとか、ライバルな人たちとかもいっぱいいたでしょうから、こういうシーンでね、早く早くって思ってた人多いかと思います。パッとね、トゥーリアに行けるといいんですけど、あれ、今って飛べるんですかね？なんか、OP テレポとか、OP テレポ ?OP あったかな？一発で行けるシステム。あ、今クリスタルでね、ホームポイントのやつで飛べるんでしょうけど、それが始まる前はどうしてたんでしょう。やっぱり歩きとこ聖地自体に OP テレポして私は移動していた記憶がありますが、
それ以降はどうなんですかね。OP があるわけじゃないから、クリアですね。やっぱりもう、自宅から歩いてが多かったんじゃないかと思います。当時は。今は、ホームポイントのワープですか。私使ったことあったっけ。多分ない気がしますけど。おっと、ここ床がいいんですよね。床。ほらほら、この足跡。あ、そうそう、私、今回からですね、新しいパソコンでプレイしてるんですよ。思い出しました。5月17日に録画してた時、ついに新しいニューパソコンを買ってたんで、あ、すいません、新しいとニューが今かぶってました。すいません。はい。ニューパソコンを買ったんで、その性能を見るためにも、この FF 起動して、はい、試してたところです。映りは変わってんのかな？どうだろう。あ、まあ、とにかく綺麗ですね。はい。この足跡のとこなんかくっきり見えてますもんね。はい。で、この先がようやくトゥーリアの、空の島ですよね。ラピュタって言ってた人いたと思います。はい。ということで、次回は、トゥーリアの散歩動画となります。これ撮ったの5月17日です。この後ログアウトして、次にログインしようとしたら、キャンペーンが終わってて、ちょっと残念な思いして、はい、今になってこの動画を、公開できました。はい、次に続きます。以上、にゃんにゃんクリーパーでした。